赤い、赤い。私の子供の頃の楽しみは、年に一回の家族旅行だった。家族みんなで過ごす時間が好きで、毎年ワクワクしながらその時を待っていた。そんな私が体験した、とある旅館での話。その年の旅行先は、秋田県。宿泊先の旅館は、 海沿いにあり、とても大型で豪華絢爛な作りだった。部屋からは海が見渡せ、夕日が沈みゆく景色は、それはそれは美しいものだった。夕食会場までは、長い長い廊下を渡っていくのだが、その途中、なんだかうまく言い表せないけど、背筋がすっとするような、 嫌な感覚に襲われた。しかし、美味しい夕食を食べているうちに、先ほどのことはすっかり忘れ、のんびりと食事を楽しんでいた。弟を連れて、先に戻ってテレビでも見ていたら、食事を一通り済ませ退屈していると、私と弟に向かって母がそう言った。今年2歳になる弟も、 だんだんとぐずり始めていたので、母が言う通り、二人で先に部屋に戻ることにした。夕食会場を出て左に曲がると、例の長い長い廊下が続いていた。先ほどのことを思い出し、少しだけ躊躇する。弟をぎゅっと抱き、早足で駆け抜けた。夕食会場の 賑やかな音が遠ざかっていく。穏やかなオレンジ色の明かりが、ポツポツと廊下を照らしていた。ふと、弟を抱いた自分が、闇夜で真っ暗な窓ガラスに反射して映った。何か違和感を感じる。抱いている弟は、まっすぐ前方を見ているのに、ガラスに映った弟は、じっとこちらを見ていた。 ほんの一瞬、気のせいかも。そう自分に言い聞かせながら、私は意外にも冷静に部屋の前までたどり着くことができた。部屋に入って電気をつけ、抱いていた弟を下ろす。その時だった。弟が途端に部屋の奥を指さし、赤い、赤い、とわめき出したのだ。 とわめき出したのだ。赤いって何さすがに怖くなった私は、弟に向かって必死で問いかけた。しかし弟は、赤い、と嘆くばかり。お姉ちゃん、赤い。弟が指さす方には何も見えないものの、なんだかよくわからない異様なものが、私たちを、 じりじりと包んでいくような気がした。赤い、赤い。それを聞いた私は、異様なものを振り払うように、もう一度弟を抱えると、恐怖のあまり部屋を飛び出し、廊下を駆け抜け、夕食会場に息を切らして戻った。それから一部始終を両親に話したが、笑いながら気味悪がるだけで、特に、 部屋を変えることもせず、その後に何があるわけでもなく、その旅館を後にした。帰りの車中、遠ざかる旅館を眺めながら、弟がぽつりとこぼした。お姉ちゃん、一緒に帰ろうね。その言葉は、私に向けられたものなのか。はたまた、得体の知れない何かに向けられたものか。 未だにわからない。弟はもちろん当時のことは覚えていない。でも、現在もその旅館は営業しているようだ。